おはようございます。ポケモンスリープを開始して301日目の朝でございます。時刻は8時55分でございます。もう今日は朝からものすごいとんでもない雨っていうのが分かってたんで、もう朝活ね、朝5時半とかに起きて、そっから最近メジャーリーグにハマってるんで、朝起きてメジャーリーグ見ようかなと思ったら、もう大谷選手のドジャー朝終わってたんで、ああそっからなーというふうに思って、まあまたねって、で起きて、で最近はまた弱虫ペダル読んで、で詰将棋して今でございます。あんまりね、いいデータは取れてないと思うんですよ。寝ては、寝る時間自体はがっつりと寝てると思うんですけど、まあ実際データとしては正しいデータは取れてないだろうなっていうふうには思ってました。まあこれ理由としてはなんかわかんないですけど、ちょっと夜寝れなくて、まあ、YouTube で今ドラクエの日なんですよ。お、来た星4。ドラクエの日なんで、ちょっとドラクエのアプリのセールが来てるんですよ。だからそれをちょっとどうかなって考えながら、いろいろ YouTube で音を聞きながら寝てたんで、寝るつもりなくて、本当はどれか買おうかなみたいな、まあ、気になってるのはドラクエビルダーズかなとは思ってんですけど、携帯でビルダーズどうだろうみたいな。で4、5、6、7、8が携帯でできるんでね、 DS 持ってつというか DS 買ってるんで、まあできたら DS でしたいなと思ってんですけど、ドラクエってすごいですからね。日本が誇る世界の文化ですよ。1もったいなかったですけど、で今度ドラクエ3のリメイクとドラクエ12はどうなるんだいって話がしてるんですけど、まあ正直僕の中でもう一回4したりとか、まあ、5したり6したりとかで結構おすすめなのが、この縛りプレイみたいな、縛りプレイしたら結構難易度が上がって、いろんな縛りプレイしたらドラクエもいろんな楽しみ方ができるんで、そういうのもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だそう考えたらドラクエをずっと4、5、6、7、8っていうのをずっと縛りプレイでぐる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 回してたら結構楽しめるのかなみたいな、まあ、それを携帯でするか、DS でするか、スイッチでするかっていうのはあるんですけど、でも携帯ですると結局携帯触ってるんで、あんま僕携帯触ってたくはないんですよね。そういう意味で言えば、やっぱどうしても携帯触ると、例えば他の SNS を見たりとか、そういう風に繋がっちゃう気がしてて、で他のゲームしてたら、言ったらデジタルデトックスができてると思うんですよ。 DS にしろスイッチにしろ、だからまあやるならかなと思ってるんで、ドラクエ面白いですからね。ちょっとね、ドラクエ、まあ詰将棋もしてるんですけど、ドラクエしてちょっとした縛りプレイして、でそれでドラクエを楽しむってのは個人的には相当ありかなと思うんで、まあ縛りプレイもして、だからポケモンもあると思うんですよ。この火属性のみとか、水属性、雷属性だけでやるとか、結構縛りプレイって面白いなと思うんですよ。いろいろ工夫しますからね。そのままやっても楽しいっちゃ楽しいんですけど、やっぱ大人ならではのいろんな知恵を考えて進んでいくとか、まあ運要素もあるんですけど、なんかそこがちょっと個人的には面白いんじゃないかなと思ってるんで、ちょっとね、ドラクエの日なんでドラクエをするのはありかなって。 DS でまず最初にやりたいんやったらドラクエ4からかな。まあでもだいぶ時間かかるんでね、その時間詰将棋した方がいいんじゃないかとか、その時間まだちょこちょこですかね、1時間とかちょこちょこ進めていって楽しむってのもありなのかなと思ってるんで、皆さんもですね、ドラクエの日で、まあ、今セールが来てるんで、なかなか DS とかスイッチとか、まあ、スーパーファミコンしかりプレステがない方は、まあ、携帯で、セール来て2000円もしない、1500、600円だと思うんで、それちょっと楽しんで、この進路時期を過ごすっていうのは
個人的にはありなんじゃないかなと思うんで、買い切りだからそっから課金とかもないですからね。今日も一日頑張りましょう。